インターネットで情報発信をしている方からの相談なんですけども、例えばですね、インターネットで発信をしているとちょっとね癖の悪い人が私に絡んでくるんだということがあるんですよ。それからなんかねこう嫌なコメントが飛んでくるとかね、本当にね世の中ってのは困った人が多いですねというふうに持ちかけてきて、どうすればいいでしょうかっていう相談にまで発展したのが今回のエピソードなんですけども、これもね今まで一語一句変わらないような相談がですね何十件何百件と寄せられてきました。そのために私が答えることは一つなんですけども、その困った人っていうのはあなたの発信によって引き合わされた人ですよってことなんですよ。要するに質の悪い人が自分に来たということは質の悪い発信をしてるってことを自分でね認めてることになると思います。これを私はですね、花には蝶が舞い、まあクソにはねハエがたかるって言うんですけども、さあハエがたかるような自分の発信でいいんでしょうか。自分の発信の質を高めていって、リリスク気高く誠実に、そして凡事徹底根性を出してですねやっていくことで、そういう人しかついてこれなくなると思うんですよ。まあ、おかげさまで速稼塾はですね、全国47都道府県オフ会、どこに行っても素晴らしい方ばかりで、本当に私がね学ぶことばかりです。で、はたと気がついたら、このオフ会に集まってくださる素晴らしい皆様は私の発信が好きで来てくれてるんだなってことに客観的にですね気づくことが多いんですよ。で、きっと私が良くない発信をしていたら、ずるい発信とかね非合法な発信をしていたら、そういう方がオフ会に来るでしょうね。そしてとっても嫌な気持ちになったり、どうやってね人をだまくらかして動画を利用して人からお金を奪うかってことをね、そういうふうなオフ会で盛り上がるんではないかなと思います。きっとですね、一部のプロダクトローンチと言われている情報商材の販売手法もそんな形でですね、ありもしないものをあると見せかけて、どのように人をその気にさせるかってことによって、1話2話3話4話そしてドロンと、入金があったらドロンというふうに考えているんではないかなと思います。まあね、暗号通貨ってものがあってもう顕著になりましたね。猫も杓子も暗号通貨 ICO で儲かりますと。で、儲かった案件はないと。そして最近はですね、ウォレット型暗号通貨なんとかっていうアプリっていうのがね出てきまして、そのなんですか、ウォレット、お財布の中に、スマホのお財布の中に暗号通貨を入れましょうみたいな。で、ここに暗号通貨を入れると毎日 1% とか 2% とか利息つきますよ。その代わりここにお金を預けると100日は出金できませんから、100日後にたくさんねお金が増えて 100% 増えた分で引き出してくださいみたいなことをやるんですけども、このウォレット型アプリがねことごとく飛ぶんですよ。ことごとく飛ぶのにまたみんな入っちゃうみたいなね、そんなことがありますけどもね。まあそうなってくると、本当に日々の生活費もだいぶねなくなっていって、心寒々しくなって食欲もなくなってくるんじゃないかなと思います。お車お持ちの方は、車に入れるガソリンもハイオフからレギュラーにしたり、レギュラーからあんまり乗らなくなったりとかね、そんな形になっていくんじゃないかなと思います。まあですんでね、まあいろんな情報ありますよ。いろんなことを受け入れていかないといけないときに、受け入れては有害なものっていうのを見分けれるようなね、そんな目を自らの失敗の中から培っていかなくてはならないのかなと思いますよね。吉田さん、違う意見に耳を傾けるってことを私は一部取り入れてるんですよ。わざとです。そうしないと自分に対する向かい風ってのに、対処できなくなってくるんじゃないかなと思うんですよ。でもやっぱりね、鋭い向かい風ってもう全然ないんですよね。どれもこれも今まで散々パラ相手してきた同じような言葉を使って突っかかってくるんですよ。だからいささか退屈ではあるんですよ。これは本当に強がりで言ってるんじゃなくて、多分吉谷さんも感じてるんじゃないかなと思います。さあそんな中でね、今回ナイト2000に、ちょっと話しかけてみたんですよ。で、ナイト2000がどのようにね私に返事をしてきたか、その辺を注目して今回の動画を終わりにしようかと思います。それではナイト2000と私との会話でございます。どうぞ。おい、キット。燃料は？フューエルゲージを見てください。ガソリンの残量があとわずかしかありません。うん。決して安いガソリンを入れないでくださいね。あなただっていいもの食べてるでしょ。